Finally, the episode has come where I'm going to take Higa Sensei's punch on my bare chest. Hi guys, I'm Yusuke, karate coach here in Japan, usually in Tokyo, and I'm here for you to show what it's like to practice karate in Okinawa. I've done a season 1 of this series, Yusuke in Okinawa, already last year, so please check it out from up here. And today's video is going to be on how Higa Sensei is generating power on his punch. First, let's receive his punch. うわ、大砲ですね。あ、そうだ。伝わってきますね。今のが、まあ、いわゆる中段突き。中段。あの、でも自分は左の方が強い。あ、じゃあ左お願いします。右より。左利きですか？じゃないんだけど、左がね、強いですか？なんかわからないけど強いんだよな。 お、バーンときますね、この。いや、これも先ほどのその運足で足から足もこう動いてらっしゃったじゃないですか。そうそう。あれが本当に一つの塊として、ドンっていうのがすごい伝わりますね。軽めにここで受けていいですか？ミットなしで。軽めでお願いします。胸に？ここに？はい、ここで。 こう見た方がいいな。90度じゃないか。はい。ああ、こうですね。大丈夫？お願いします。いきますよ。はい。うわ。うわ。ちょっとあれです。今結構強めで何割ぐらいですか？6割ぐらいかな。ああ、ちょっとやめておきましょう。 脱力ですかね。脱力。あと本当にここの2本をすごく感じました。バチンと。でもあれだな、強いね。本当ですか？嬉しいです。何がですか？耐える力がすごいね。ありがとうございます。お褒めの言葉いただきました。Now let's go into the mechanism of his punch. ちょっと月見ていただいてもいいですか？あ、自分の？あ、はい。僕の。はい。なんていうの？ 手の出し方は綺麗よ。あ、ありがとうございます。だけど目標してるところがおかしい。おかしいというかこうよ。なんでかって言ったら肩幅があるでしょ、人は。ここをついたらね、クロスになってしょ、ね、ここをこうついてるか、みんな。じゃない、ここだけ開ける。 一つの剣ぐらい、こう開ける。ここを目標につけば、相手にもこの90度に力は伝わるんだけど、これだとね、角度が悪いわけ。角度感がないと。詰まっちゃうってことですかね。いや、脇も開くし、この力がここに伝わるねってこと。相手が。なるほど。そうそう。まっすぐ引いて、 まっすぐだ。そう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 。その時点ももうみんなこっちついてるよ。あれ、何十年空手やったとしても。溝落ちをつけっていうふうに。いや、教わりましたね。つくのはそうだよ。それは自分がずれればいいわけです。そうそうそう。だから目標をつけたらこうしたらいいんじゃない？こうよりけばいいわけ。だから、パン、パン、パンでいこう。 そうやって練習されて。そう。そう。そうするとね、相手のパンチも避けられるんだろうけど。ああ、そうですね。顔一つ分動くさ。はい。だから、カウンターも食わらないわけよ。確かに。なるべく、そう。 技は全部動きながらやらない。そのまま立ったままでやったらダメよ。
だから先生動かれてこう、そう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 、やられてるわけです、うん、相手の、目標も大事だけど、はい、自分の力を 100% 出すには、はい、その場所に立たない、動かないと、うん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 、だから細かいけどこういう動きがもう大事なところ、はいはい、これがここで緩まって、そうそうそう。2回行くわけですね。そうです。これはそのいわゆる小刀間の逆腰ですと1回引いてまた入れるんですが、うん、それを2回やるその利点というかその理由としては結局タオルなんかの場合こう引っ張ってパンって当てるときに当たる瞬間にさこうパチンって引っ張ったら力がすごく、うんうんうん、痛いですよ、うん、伝わるさ、はい、あれとイメージ的に一緒だね。それはその例えばだからこう来るでしょ、はい、パチッ この腰の動きで、うんうんうん、この引いたのと同じ、はい、作用になる、はいはい、そのいわゆるそれを1なんていうんですかその タオル持ってきますそのいわゆる一振りでこの腰がここに来てフラットな状態からここに来て再度こうグッといくというのが、うんうんここから引いてこういう、そう、それを2回やるとなると僕は理解が合ってるかちょっと確認していただきたいんですが、ここで緩めてさらにそうそうやるんですよね。これは普通のやり方さ、今の、みんながやってる腰、はい、逆腰ってやつ。二重は1、1ですか。あ、それも違いますか。こういったら、はい、これあ、こういったらこう、もう一回引こうか。いったらこう1、2、そう、あー1、2ですか、うん、あ、じゃうん、その感じ、その感じタイミングがこれに近いね、うん、最後の本当にこのグッの瞬間はこっちを入れるわけ、ね、そうそう、ただその過程のここは入れるけど、はい、戻らんというかよ、あ、戻らんと力を伝わらんか、あ、そうそうそう、そう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 、うん、これがラストの、ね、はあ、なるほど、あ、全容は分かりました。ただそうですね、それを1挙動でできるようにゆっくりやりつつやるんですね。だからこれが受けにしろいろんな技に生きてくるから、はいはい、だからこれで力出せばもう、うん、投げ技に向き、はい、効いてくる。それがこうよくある間違いとして今連想したのはここをこっちを引きながらこうついちゃう人がいますが、それは違うわけですね。入った瞬間はこう入ってるけどその戻りで引くんですね。そうです。あ、本当に手先のこのここからグッから練習し始めて、うん、徐々に、そうそう、だからこの裏剣でも同じです、ね、裏できないとここでも効かせられるから、はい、これだけで、はい、ここですよね、うん、だから CC とかでやられる。そうそうそう、でしかもやっぱこうとか、うん、こう上げたりとかですかね。あと上からこう、あ、上からこう、それもこう、うん、こうですよ。I really, really hope you guys enjoyed today's lesson, and please take your time to watch this video over and over so you can pick up on the secrets that Higa-sensei was showing to me. I'm sure I wasn't able to pick up all the details, so if you found anything new that I did not mention in the video, please let me know in the comment section below. Or if you find anything valuable, let me know in the comment section below.In the next episode, I'm going to be going to learn his kicks now. And again, there were a lot of very interesting details. So please look forward to that. Subscribe to my channel. And if you like the video and if you have watched up to this point, please like it and comment down below. Also, I run an online group lesson and private lesson where we can learn karate together and actually for me to share the things that I've learned in Okinawa. So please check that out from here. And I'll see you guys in the next episode.